まったく深い森ね。気を抜くと魂が吸い込まれそう。ああ、なんかこう感じるものがあるな。団長の言ってたこと本当なのかもね。半信半疑だったけど。この森の奥に住むという魔女を倒すか。何にせよそれが団長から下された俺たちの使命だ。そして俺たちはその使命を果たさなければならない。そうね、全ては大義のため。そうだ、大義のためだ。こんなところに城が。ここじゃないの？私たちのお目当てがいるのは。行くか。暗い森の中、二人の戦士がさまよっていた。彼らは草むした古城を見つけると、おずおずと中へと入っていった。そこが彼らの目的地だった。彼らは彼らの使命を果たすために、この城へと来ていた。だが、彼らの使命は、これから始まる運命の前では、単なる序幕に過ぎなかった。気配を感じる。誰かいるわね。魔女か。正確には違いますけど。誰だ。あなた方の標的です。魔女自らお出迎えなんて、随分と丁重なおもてなしね。ひっそり背後からってのもつまらないでしょ。こちらもそれなりに盛り上がっていきたいわけよ。もう一人。ちょっとリリアもいるんだからね。三人の魔女か。よし、大義のため撃たせてもらう。大義？大義なんてもんがあるんだ。もう前置きはいいからいいから、始めましょうよ。3対2か。少々分が悪いか。いえ、2対1です。さあ姫様。また出てきたか。このお方こそあなた方が言うところの魔女です。私たちはそのしもべでしかありません。そばにつき従う影のようなもの。つまりあんたらは手を出さないと。ええ、直接には。んじゃあ行こうか姫様。宴はここからだ。キュフー。かわいい顔してるな。殺しちまうのが惜しいぜ。
そうやればボーナスが出るのね。やってやるわ。落ちな。落ちなさい。そこよ。団長、この城みたいですね。ええ、噂は本当だったようだね。これは団長、どうやら先発させてた連中、城の中に入ったみたいです。侵入のサインが残されてます。そうか、よし、俺は合図を出して残りの団員を集める。お前らは先発した連中の後を追え。俺も団員が集まり次第城へ入る。了解。女の子なんか私の敵じゃない。
られるなんて。魔女の住処は。ようやく来たようだね、団長さん。お前、魔女か。もうそのくだりはいいから。待ってましたよ、団長殿。ダウン、盗賊団団長。なんだと?俺たちは傭兵団だ。よく言うわね。まああれでしょ、傭兵崩れの盗賊ってやつでしょ。十二聖女の末裔が何とも落ちたものですね。この城も元は十二聖女ゆかりの城、ところが没落し、裏ぶれた末裔の騎士が一人、世を恨みながらただ生きていただけ。ま、おかげで一つ目は簡単に手に入ったけどね。十二聖者？なんだそれ。ま、知らなくて結構です。ともかくあなた方はここの魔女を狩れば宝が手に入るという噂を聞いてここまで来た。そうですね。そうだ。それさ、あたしらが広めた嘘。あなたがリリアたちの標的なのよ。なんだと?俺が？なぜだ？正確にはあなたが肌身離さず持っている伝来のお守りが必要なのです。どうしてお守りのことを。一族秘伝のものだぞ。苦労したのよ、いろいろと。あなた、部下には大義のためと言ってこういう仕事をさせていますね。時には大義の名のもとに多くの人間もぶっ殺してきたよな。何も罪がないってのにさ。ものは言いようってやつかな。大義だろうが。俺たちが飯を食い、酒を飲む、生き延びる、俺たちにとってはそれが大義だ。それが全てだ。何が悪い。別に。ただ品がないです。品だとは。ふざけるな。ふざけてません。悪には悪の品というものがあるんです。私たちとしてはあんたの無様な振る舞いもさ、腹に据えかねるってやつなのよ。だから、ヒー様。裏ぶれた無様な戦士よ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。いいんだね。
私の槍技の餌食にしてあげる。なんで全ては大義のためなんで。以上が昨日の総括となります。まあいい感じだったんじゃないの。聖言も二つ目いただいたしね。ええ、まずは上場の結果かと。ではこれでお父上に報告させていただきます。ただ今は始まりです。お父上の、我らが魔の神復活に向けての